はい、おはようございます。時刻は、1時を回ったとこです。はい、じゃあ今日はね、さくらんぼの剪定をしていこうと思います。簡単なやり方を紹介しますね。まずね、まあ去年もやったんですけど、さくらんぼはね、のなり方からね、まずおさらいしましょう。このクラスターと言われる部分がですね、花芽と葉芽と花芽がつきますね。で、さくらんぼの場合は2年経たないと花芽になりません。で、1年目はですね、こういう形で、これ葉芽ですね。花、ここから花はならないです。葉です。葉っぱがね、出てる。1年目だとこの先っぽと端っこですね、先っぽと端っこから花が出てきます。で、これが2年目、まあ去年のやつですね。これの去年のやつからこういうふうにね、花芽と葉芽がどっちも出てきますね。こういうふうにね、葉っぱだけのもあります。だいたいこう何個もなってるやつ、ここから花芽も出てきます。まずこっちですね、伸ばしたい方向を大体3分の1ぐらいですね、切る形ですね。で、芽が下を向いてるので下にこう生えてきます。上を向いて芽を切るとこう上に生えてきますね。はい、で、こうこれは葉っぱだけ取る、このぐらい残しておきます。このぐらい残しておくと実だけ取れます。45度上を上を切っておきます。このやつは元気にまた来年で生えてきます。逆に横にがこれなんでね、下に取りやすくはなるんでね、この下を向いておくのが早い。まあ、この高さだとね、横でも上でもどっちでも、ただ伸ばしたいところは切る、これも伸ばしたいところは切る。もう少し残して、こうするとね、デベソリ出てきますね。デベソリ。こういうのを残しておくと来年以降こうなります。これ一箇所だけね、クラスターがあります。こんな風になります。Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.